ございます。まずは今度6月4日に発売になります新曲雨の港駅からお聴きいただきました。改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。わ、今日は地方の方からも来てくださって、一番遠いのは山口県、あとちゃん大阪から、ありがとう。他遠くから来たよって方、町田から来たよってありがとうございますね。今日は平日にもかかわらずね、この暑い中、町田鈴木楽器店さんにお越しいただきましてありがとうございます。日本グラウンの花咲ゆきみです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここ特等席5000円払ったのさて、今お聞きいただきました雨の港駅は、まだね、発売前ということで、今日は予約キャンペーンということなんですけれども、こういう予約キャンペーンっていうのは私デビューして今初めて行わせていただいてるんですね。まだ CD がねできてないのに、商品がないのに、お客さん来てくれるのかなって毎回毎回不安なんですけども、今日も、予約キャンペーン最終日なんですが、こうやって皆さんにねお越しいただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいです。最後まで心を込めて精一杯歌わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。なんかくれるのもう今タイミング見計らってくれるならちょうだい。はい、今もらうから。何くれるの？はい、これ山口県から買ってきたの？イオンモールで買ってきたの。私がうちの近所じゃないのそこで買ったの？成城石井さんで買ったの。はい、何これ、お菓子7つあるからみんなで分けろって。いや、それちょうどね、だからここは7回目。あ、7回目だから、だから7個買ってきた。あ、そういうことなんじゃ、後で。それで、分かったよ。これを持って雪見コールやるの？お店話。じゃあこれ1個だけ預かっときますちょっと山口県から来てるので、ちょっとだけわがまま聞いてあげてるんですけど、この間スプーン持ってきたんですよ、カレーが好きだからってこと でスプーンを持ち上げながらやれっていう指示も今日はこれで、まあ何のこと言ってるかわからない方もいらっしゃると思うんですけども、後で詳細がわかると思いますので、ちょっとこれ預けておきますね。はい、さて、今ね雨の港駅お聞きいただきましたが、今日初めて聞いたよって方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。どうでした？すごくいい。すごくいい。歌いやすい。歌いやすそう。ありがとうございます。今までの花咲ゆきみの曲はね、結構難しそうだねとかって言われることが多かったんですが、今回はなんかこう思った通りのメロディーラインということで、こう言ったらこういくだろうみたいな感じでね、すごく歌いやすそうだね、早くカラオケでも歌いたいなっていう声がすごく多いので、今日はねまた一番最後にフルコーラスでお届けさせていただきますので、その時に皆さん歌詞カード持ってます？今回前がプロフィールと私の写真でカラーになったんですよ。カラーにね、はい、捨てないでよね、私だと思う。前がね写真ですけど、後ろは雨の港駅の歌詞になってます。はい、まあ今出さなくてもいいんだけどあるかどうかだけ確認しといて、こないだもらったはずなのにないないないって言っててね、騒いであげくね立ち上がったら踏んでたっていうおじさまがいらっしゃる、ぐちゃぐちゃになってましたから、気をつけていただきたいと思います。はい、まあね、このプロフィールとかねちょっと前と変わったので、後で確認しておいていただけたらと思います。ちなみにね、好きな果物はね書いてないけどメロンなんですよ。それをなぜかね、鈴木楽器店さんの社長様ご存知だったんですかね。さっき私の控え室にメロンジュースを持ってきてくださって、まあ優しい、書いてなかったのによくご存知で、私が一番好きな果物はメロンなんです。ちょっとね預けておきます。そうだから小さい時季節になるとメロンをね切ったら、もう皮と実のすれすれの、もうこれ皮じゃねえのってぐらいのところまで食べてて、よく母に叱られました。あんたこれじゃ虫になるよって言われてね、それはまずいと思いましてね。はい、そのぐらいメロンが好きな子供だったんですけれども、まあその話を置いてきまして、その新曲の雨の港駅は先ほど申しました、発売日が6月の4日なんですね。6月の4日で、6月の4日ってどんな日かなって調べてた時に、昭和の歌姫あずさみちおさんの
生まれた日だったんですね。まあ、その他にも今演歌界の大先輩岩本久美さんも6月4日生まれだったりするんですけれども、あとタレントさんでは大河ドラマ見てますか？見てます。ファーストサマーウイカさんもね6月4日生まれなんでね、そうらしいです。はい、まあ、それは置いといて、ということで発売日6月4日生まれの今日はあずさみちおさんの2人でお酒を出させていただきたいと思います。では聞いてください。出してお酒を。ありがとうございました。あずさみちおさんの2人でお酒をお届けしました。昭和のね名曲ってたくさんいい曲がありますよね。もう本当に今結構若い方もね、あのいろいろ YouTube とかで昔の曲を聴いたりして、あの昭和の名曲いいなってことでこう YouTube でこう歌ってみたとか、そういうのでね結構歌ってる中学生とか高校生の子たちもねいるので、あこういう若い人が昭和の名曲をね歌いつないでくれるとすごい素晴らしいなって本当に思います。私もね先輩方が残されていた曲をたくさん歌っていきたいなと、そんな風に思っております。さて続いてはですね、今回タイトルがね雨の港駅ということで、結構のファンの方から雨がタイトルにつく曲、こういう曲リクエストしたいんですけど今度歌ってくれますかとか、あの言われたりとか、あと SNS の方にコメントでねいただいたりもするんですけども、今日はですねちょっと暑いんですけども、まあ氷雨という曲を歌いたいなと思います。で氷雨ってね昔はエビちゃんがリクエストしてたね、今日来なかったね今度来てって言っといて。はい、あの昔は氷雨というのは5月以降に降ったの雷雨とともに降ったこうなんていうんですか、あられとか雹とかを意味してたそうなんですが、いつの間にかどこかのタイミングで冬に降るこうあられのようなねあの雨のことを指すようになったそうなんですけども、氷雨という曲はねあの加山明夫さんと日野美香さんの共作ということでね、まあ、どちらのバージョンもあの皆さんに好まれてカラオケでもたくさんの方に歌われておりますよね。ではその氷雨を歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。降りてもいいですか？ありがとうございました。氷雨お届けしました。何年だか知ってます？この曲何年？昭和54年頃。あ、そうなんですか。よくご存じ、なんでそんなにご存知なんですか？カラオケしなきゃった。あら、そうなんです。今はやられてないんですか？今やってない。その頃55年頃はついてた。あ、そうなんです。私が生まれるちょっと前ですねちょっとって1年前ですけどそう、私はもう今年は43歳になりますけれどもね。あ、誕生日といえばねつい最近母がね77歳になりまして、はい、記事なんですよ。まだプレゼントできて中ですなんか喜寿っていうのは紫色のものをねプレゼントするっていうのがねあるらしくてね。そう、今度10月になると私の兄は還暦なんですよ。今度赤いちゃんちゃんこなんか母と兄をめでたい年になりましてね。私43歳で全然めでたくないんですけどね、そんなことを置いときまして、さて続いてはですね、先ほどねなんかちょっとお菓子をいただいて何やらかんやらお話をしてました、その曲がやってまいりました。雨の港駅のカップリング曲なんですけれども、お見せ話っていう曲、はい、この曲はねとてもねノリのいい酒場ソングなんですけれども、途中でねこう雪見コールを入れるところがあるんですが、半蔵先生が作曲をしてくださった半蔵先生が皆さんに雪見コールを入れやすいようにということで作曲をしてくださったので、よかったら皆さんも今日覚えて一緒に雪見コールをお願いしたいと思います。でスタッフの方がこんなボードも作ってくれました。掛け声って書いてあります。雪見、はい、これが雪見に変わった時に掛け声かけていただきたいと思います。これなぜかの花咲ガニになってます、後ろが、はい、しっかりねちょっとこうポイントになってるんですけども、じゃあちょっと私こんな感じですよっていうのやってみますね。辛くてさ雪寂しくてさ早いよ、早いでしょ、もう聞いててちゃんとちょっともう一回いきますよ。辛くてさ雪寂しくてさ雪
度は会いました。気をつけてよ、ゆきぼうちゃん。これせっかくあげてんだから、こうやってお菓子あげてんだよ。はい、じゃあ皆さんこのタイミングでぜひゆきみコールをお願いしたいと思います。それでは聞いてください、お店話。雨の港駅お願いします。そしてご声ありがとうございました。今日はね、もうご予約いただいている方もいらっしゃいますけれども、特典券で、1枚、ポストカードと、そして、10種類の、生写真の中から、この中から1つね当たるというね、ガチャガチャ方式のちょっとねプレゼントもありますので、後で皆さんお楽しみにしててください。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日出店にもつけます、よろしくお願いします。楽器チャンネルをご覧の皆様、ご機嫌いかがですか。花咲ゆきみです。本日は鈴木楽器店さんでキャンペーンを行わせていただきました。そのキャンペーンの曲のタイトルは雨の港駅です。6月4日発売となっております。今日もたくさんの方に、お越しいただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。その雨の港駅という新曲なんですが、作詞は菅真希子先生、作曲はシンガーソングライターとしても大活躍中の半蔵さんに作っていただきました。港町の駅を舞台に、心の底から震えるような女性の心情を綴った哀愁演歌となっております。サビの風がヒュルヒュルがポイントなんですけれども、たくさんの方にカラオケで挑戦していただきたいので、このサビの部分の歌うポイントをちょっと説明させていただきますね。風がヒュルヒュル、この振り付けも一緒に覚えていただきたいんですが、この振りのようにちょっとこうゆったりたっぷり歌っていただきたいんですね。でそこで強弱強弱もつけて、風がヒュルヒュル、こんな感じですね。あとは最後の港駅とこう伸ばすところ、ここのね伸ばしなんですが、できたら4拍か5拍ぐらいこうバチリと決めていただくとバチリかと思いますので、ぜひぜひ皆さん雨の港駅カラオケで挑戦してみてください。それではこれからたくさんのところで歌っていきますので、皆さんぜひ花咲ゆきみ雨の港駅応援してください。よろしくお願いします。